今日は7時から7時半までロケットのディレクターである中村先生より全国説明会のお話をしていただきまして7時半から8時まで質疑応答をしたいと思いますではいよいよロケット2020の説明会を始めたいと思います中村先生よろしくお願いいたしますこんばんは東大線探検の中村ですロケットのディレクターを務めていますで今日はあのたくさんの方にお集まりいただきましてありがとうございます あのずいぶんとねほんとは説明会遅れちゃったっていうのはあの3月にずっと毎年全国各地回ってるんですけどまあコロナウイルスの蔓延によってそれができなくなってしまったで活動中心にロケットやってきてたんですけどこれなかなかねあのどうしようかっていうことになりましてで収まるの待とうと思ったけどこれはもうとにかくねまだまだ2波3波来るんじゃないかって言われてるんでもう思い切ってオンラインでやっちゃおうっていう。 まあそういうううういいい大胆な転換を遂げててこうというふうに思ってますだけど多分質的には相当面白いことができるんじゃないかなってこの12ヶ月考えてきましたのであの皆さんと一緒にまたロケットを楽しんでいこうというふうに考えています。で、えー、と今日ちょっと皆さんに聞いてみたいと思うんですけどいつも会場だったら手を挙げてくださいって言うんですけど今日皆さんに今から質問出しますね。皆さんどんどななところからおいでになっ,てますかっていうちょっとね質問を出してもらおうと思うんです。 で、いろいろ皆さん今どこから参加って、北海道、東北とか出てますね。で、自分で一つだけプチッとこうクリックしてください。そうすると、まあやっぱり関東甲信越の方が圧倒的に多いですね。67%、あと関西も多いですよね。だけどやっぱ北海道の方や九州、海外からも参加してくださる方がおいでになるっていう、まあ嬉しいですよね。あの本来なら皆さんのと,ところに行ってということをやってたんですけど、 まあこううううやってあのオンンラインだと、まあ、一度にに集ままれるるいいい、まあ、メリットもあるなっていうふうに思いますじゃあちょっと次の質問をしてみたいと思うんですが、えー、子どもたちあるいはまあ今親御さんだけが聞いておられるかもしれませんが、まあ、子どもさんいない場合親御さんが子どもさんのことを思って答えていただきたいんですが学校は好きですかという質問ちょっとこれ出してもらいましょう。はい、学校は楽しいですかとても楽しい少し楽しいあまり楽しくない全く楽しくない。 言ってないので答えられないってさ、どうでしょうか。あ、なんか、大体同じぐらい。あ、いいですね。いろんな子が今日集まってる、少し楽しい。決して学校が嫌いの子ばかりが集まってるわけじゃないっていうことも。わかりますよね。うん。まだ答えておられますかね。はい。大体こういう結果になってるわけですね。はい。 少し楽しいが一番多い32%でとても楽しいが21%だから楽しくないとかあんまり楽しくないっていうことよりもどっちかというと楽しいって子どもさんもたくさん集まってくださってるっていうことですよねあと行ってないのより答えられないっていうねまあ本当に全然学校行ってないような子どもさんたちが16%っていうまあ今日の参加者はそういう状況であるということですねじゃあ次ですねはい今度はお父さんお母さん保護者の方との関係について質問をちょっとしてみたいと思います 質問出してい,ただい,てい,いですか家族は「君の好きなことを応援してくれてますか?」まあロケットは好きなことをねどんどんやっていこうっていう回なんですけどこれに対してとても応援してくれてる少し応援してくれてるどちらでもない少し反対しているとても反対しているさあどれでしょうかすごいですね皆さん親御さんがすごく理解してくれてるっていう一昔前だと やっぱり子供の方が親と考えが合わないって言って悩んでる子が多かったんですが、まあ、これいい傾向ですよね。ねまあ、こういう好きなことを突き抜けてやってもいいっていう、そういう流れが少しできてきたのかなっていうふうに思ったりしますけど、はい、まあ、皆さんにもこの結果が見えてると思います。ありがとうございます。じゃあいよいよちょっとスライドを使って入っていこうと思います。でイサイハックスプロジェクトロケット始めたときに、 エイジソンを育てるのか天才を育てるのかっていや異彩発掘って異彩って何なんだろうかっていう話になったわけですねで今でも「異彩どこにいるの?」って「異彩って誰ですか?」ってよくこう言われるんですけどっイイって、て、今いいるるかか、かかかどどうううその人がイサイになな僕と思うんですよね,ね。ただね言うことを聞かない集団に入らない好きなことを追求する子どもっていうのはなんかそうなっていくんじゃないかな っていう気がしてるんですよ。で、今学校の中に、ね、一生懸命勉強してる子、それはそれでいいと思う。ね。だけど、そういう場所以外にいる。なんか、そんな気がしてならないなって、僕は思ってるんです。で、イサイアックスプロジェクトと、五年前に始めてみたら。応募者は二千名を超え。スカラー候補生として、百二十七名を選びました、ね。で、実施したプログラムは三百三十七回。で、プログラムに参加した子供は延べ三千百五百名っていう、まあ、こんな。 えー、子どもたちがたくさん、まあ、集まってくれたわけです。セミナー参加者に至っては8500名を超えてるっていう、まあ、多くの人たちがこのイサイハックスプロジェクトっていうものに興味を持って、えー、近づいてきてくださってるっていうのはわかるわけです。で、これトンボっていうのをちょっと見てみましょう。トンボにはいろんなトンボがいます。ね、オニアンマのようにものすごく力強く空をね一人で飛んでいくトンボもいれば、赤トンボのように群れるトンボもいる。 あと糸とんぼのようにも水面すれすれいつ落ちちゃうんだろうっていうような状況でこう飛んでるトンボもいる一体エサイハクスプロジェクトってどういうういい子どもたちと一緒に学んでいくんでくだろうで実は赤とんぼのように群れる子どもたちっていうのはまあ学校に行ってる子どもたち、ね、で集団に入っていける子どもたち、まあ、僕たちはこういう子どもたちを否定しないしあの邪魔をしないし応援もしたいと思うんだけど ロケットでやっていくのはそういう子どもたちじゃないなっていうふうに思ってるんです。なぜかって言ったら、そういうグループで活動しながら育てていこうっていうプログラムは世の中にたくさんあるからです。一方一人でやってる子どもたちを応援するプロジェクトってなかなかない。だからその部分が僕たちの子どもたちの対象の中心になっているっていうことですよね。オニヤンマンを育てるかイトトンボを育てるかって言ったら、これ両方育てていきたいなと思ってるんですよね。 で一人で好きな道をを進む子供たちち、ちは迷いがち自信を失いがが自信失まあ一昔前はねなんでそんなことするのってそんなことばかりやってちゃ大学行けないよとか、ね、えお前は変わってる変だって言ってなんだかこう自信を失っている子どもたちがたくさんいました、まあ、こういう人の興味を示さない道を歩む子どもたち実はこれからの世の中そういう子どもたちこそもっと必要になっていくんじゃないかな そういう子どもたちを応援したいっていうのがイサイハックスプロジェクトでもあります、まあですからあの大学進学を目指す子どもたちを応援するプロジェクトではないということをご理解いただきたいと思います。でロケットは意欲的でスピーディーな子どもを見ます。もうとにかく多動で何でもかんでもさっと動いてかと思えば全くしゃべらなくて全く動かないっていうゆっくりしたスローな子どもまあこういう子どももいる。 全く異質な子ども、まあ、中途半端な子どもがなかなかいないっていうのも面白いですよね。こういう子どもたちが一緒にやってる集団であるということです。よく言われるんですよね。こんなバラバラの集団で授業なんてできるんですかって。いやいやいや、みんな一緒にやらないからできるんだっていう。あの勝手にやってちょうだいっていう。まあそこもう少しこの先話していきますけど、えこんなんでいいのっていうようなことを僕たちはやってるっていうことです。 で僕たちが一番重視しているのは多様性理解っていうところですよね。ねよく多様性理解っていったら民族の問題とか人種の問題性の問題とか、まあ、こういう問題障害の問題こういう問題が、まあ、クローズアップされるんですけど僕たちは隣にいる人の認知や運動性格がみんな違うんだっていうことを理解する、まあ、それが大事だろうと思ってて「異イ彩イプロジェクト」の子どもたちに教えていきたいのは。 まあ唯一ここうういうことかなっていうふうふに思ってるんですよね。で集団の中でみんなが一緒に、ね、頑張って働こうっていう頑張って学ぼうっていうそういう子どもたちと一人で勝手なことをやってる子どもが退治したり無視されたりするんではなくて共同する共に働くっていう時代がくればいいなっていうふうに思ってるんです。 で学校になじめないなら学校と違う時間空間を超えた学びの場を作っていこうっていうのが実はロケットなんですよね。で今回コロナによってまあみんなねオンラインで学ばなきゃいけなくなっちゃったっていう事態っていうのはこれはもう時間も空間もも、ね、空神様が超えさせてくれたっていう。だから実は不登校の子どもたちがこれで元気よくなったっていう話も聞いたりするわけですよね。 で学校の授業が楽しくなって学びの面白さを知ったっていう子がいます。不思議ですよね。つまりこれは性格が違うっていうことです。みんながいるところにいた方が落ち着くっていうこと。一人でいる空間の方が落ち着くっていう子。だけどどちらも学びたいっていうところでは変わらないっていう、まあ、それを僕らは理解しなきゃいけないわけです。で、不登校の特権を生かそうじゃないかっていうことです。だってみんな時間たっぷりありますよね。だから時間制限なし。 教科書なし。まあ、自己責任というのはそれほど最近強く言わなくなってきてますけどねあともう一つの特徴は共同学習なし、まあ、みんなで一緒に何かやりましょうということはロケットではほとんどありません、うん、やりたい人間が勝手にやりなっていう、まあ、それが我々の、まあ、方向性なんですねで子どもに年間10枚のお休み券を配ろうこれロケットの子どもたちは まあ年間枚のお休み券を持ってるわけですそれを駆使していろんなところに行ってるだけど学校に行ってる子どもも年間10日ぐらい先生に「僕ちょっと休みます」って言って自分の学びがあるんで「休みます」って堂々と言えるような子どもたちを作っていきたいなって思うんですよね一人だけね普段から友達のいる安心できる組織を抜け出して「俺ちょっと北海道に行って」 昆布の勉強をしてていくって小学生や中学生が北海道に旅をするって素敵だと思いませんかこの力っていうのをこれから子どもたちにつけてもらいたいなっていうふうに思ってるんですよだからロケットの子どもたちがやってることっていうのは実は全ての子どもに必要なことなんじゃないかなって思ったりしてるんですだから学校に行ってる子もロケットに応募してもらっていいよだけどうん学校にいるからこそ ちょっと僕休みますって言って抜けていく、まあ、そういう勇気力を持っていただきたいなっていうふうに思うんですそうすると親御さんは心配されます内心はどうするんですかってうんそれは自分たちでよく考えてみてください生きていく上に重要なのは内心点かこういう経験かっていうことですよねで僕たちはスクール・オブ・日本構想っていう構想を持ってますいわゆる東京のねここ目黒区の小学校にいる子どもが もうう一つの学校を1週間だけどこか全国各地に持って,るっているとです。例えば火山の好きな子が鹿児島の桜島に行って1週間火山について学ぶっていうのを毎年繰り返していくその時は「先生僕火山の勉強してくるから休みます」って言って休めるような仕組みこういう学校ができたらいいなってロケットの究極の目標最終目標はそうなんですそこなんですよそうするとみんな孤立することはないっていうことです 火山好きの子が教室の中で火山の話ばっかりしてると「お前火山しか話さないから面白くねえな」って言われちゃうわけですよね。だけどそこに1週間行けば全国から火山の好きな子が集まってきて1週間火山の話ばっかりできるんですよ。もうこんなに楽しい時間ってないですよね。それだけで元気になる。そんな場所を作っていきたいっていうのが我々の目論見みです。 で実際にこの5年間で61市町村でいろんなプログラムを実施してきましたこの中で、えー、固定的にプログラムを開けるようになってる自治体っていうのはまだ少ないんですけどもっともっとこういう自治体で継続的なプログラムが開かれていくと相当面白い社会になっていくんじゃないかなって思ってるんですで海外研修っていうところもまあ出かけてましてちょっと今年はコロナでこの2つのプログラムが難しいんですけどね だけど、こう世界を飛び回るということも重要な要素です。で、その他いろんなプロジェクトが走っています。こういう子供の興味にあったところに子供たちは出かけていって好きなことを勉強していくっていう、まあこれがロケットなんです。ロケットにはどんな子供が来ているかっていうと、こういう C.G. が好きな子、こういうモデルが模型が好きな子、ううロボットが好きな子。 こうやって自分でパターンを書いて染色してそして縫製までして鯉のぼりを作って売ってるっていうこんな子がいたり絵を描いたりもうとにかく自分一人で一人三役四役をしながらいわゆる映画を作ってたりトリュフが好きでもうとにかくキノコについては何でも知ってるっていう子がいたりこの子は今これは手で えー、自分のもう一つの指を作るっていうことをやってますけど今は空飛ぶトンボっていうものの研究にはまってます全く文献を読まず自分で考えて独学で作っていくっていう、まあ、素晴らしいねってそういう子どもたちに僕たちはいろんな応援をしたいなっていうふうに思ってるんです、えー、この子は学校に行かずに、えー、版画の寿司さーのところに弟子入りして,て今こういう版画の修行をしてるっていう中学生がいたり、えー、この子も素晴らしいですよね。えー、とにかく どんぐりばかり描いてたところが最近はこのバリエーションがどん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 広がってきて本当に独自の世界を追求している子がいたりこの子もそうですねもう素晴らしいですよね。なんとも言えないこの魚と恐竜とこういう不思議なセンスっていうものをやっぱり潰されずに大きくしていきたいなと思うわけです。でこれだけじゃなくて哲学が好きな子もいれば政治の好きな子文学が好きな子どもなどなどいろんな子どもたちが。 まあ集まってきてきいるとうで,すで子ども子どもたちが交わる場もあれば交わない場もある別に交わりたくなければ一人でいいんですロケットに選ばれたからといってそのロケットのこと仲良くする必要もないっていう、まあ、そういうやり方ですでどんな学びができるのかっていうことなんですけど僕たちはロケットに参加する子どもたちに教えたいと思ってるのは R2D2 っていうこの2つの R と2つの D なんですよね 子供たちが得意なことって僕たち実は教えられないんです。素粒子について知りたいって言っても、それは自分で勉強しなって。詳しい先生紹介するよって。あとは自分でやんなさい。ただ、ロケットのプログラムで学べるものは何かって言ったら、リアリティ。知識を言葉の知識だけじゃなくて、本物にしていくっていう。あと、レジリエンス。とにかくロケットのプログラムってのは計画性がないっていう。よく怒られるんですけど、いつ行くんだ、何するんだ、どこ行くんだ。 そんなのわからない。とりあえず来リアいいじゃないかっていう。まあ、こういう漠然とした子供たちを不安にさせるようなプログラムをあえて設定してる。そう。そこに面白いから行こう。て何が起こったって俺は対応できるぜっていう。この力がレジリエンスですよね。そういうものを育てていこう。あと、ディベロップメント、深掘りですよね。もうこんなことしてどうすんのっていうことをとにかく好きだからやり続けるっていうこういう子供たち。あと、ダイバーシティですよね。このいろんな子供たちが集まってると、 あこれでいいんだって、ね、こういう子どもを見るんだってなんかそういうようなものっていうのを子どもたちが身につけていければそれがロケットですだから知識は自分で学んでくださいで僕たちは長年こうプログラムやってるうちに3つのプログラムに,にこう分かれることが分かってきました一つはバルーンプログラムっていって高いとこから知識を俯瞰するプログラムですねもう一つはサブマリンプログラムっていう俯瞰あの深掘り型のプログラム もう一つはロロケットプログラム。これはもう突き抜けていくっていう何が起こるかわからないまあ旅なんてこれにあたるわけですよねまあその他にも心プログラムって言って心傷ついたことを子どもたちを癒すプログラムですよねあと自分っていうものを知るプログラムこれどちらかというと心理学的なプログラムを実施したり地域連携プログラムや大学生と一緒になってやるサマープログラムなんかを実施しているわけですでまずトップランナートークって言ってまあ世の中で 第一線を走る人たちの話を聞いてもらいそしてとにかく活動型のこれは解剖して食せっていう授業ですねイカやこれはイカを解剖して食せっていう,もうみんな違うものができるこれは解剖せず食せっていういろんな卵に、まあ、制限内の穴しか開けちゃいけないっていうことで中身を取り出して食べる授業であるとかあとオープンプログラムとしていろんな子どもたちを集めてやってるプログラムもあるわけです。 でこれは物理系のプログラム。氷で火を起こせっていうね、もう今年で3年目です。ね、氷で火を起こすかこあの、が起こるかっていう。まあ子どもたちは、レンズを作ったら火が起きるぜっていうけど、透明なレンズを氷で作るって大変ですよね。3年間やってまだ誰も火を起こせてません。全員投資しております。ぜひ、次年度、挑戦してもらえればなと思います。あと、心の動きを理解する座禅を組んで。 そして養老先生と森の中でまるを探せっていうプログラムをやったりこれ養老先生の別荘に行ってみんなですごい顕微鏡を覗いてるそういう光景ですよね。日本一をどう表現するかっていうトップアーティストの人たちのコメントをもらいながら自分の作品をあの作り上げていくっていうこういうものあと出盤カメラですよねガラスにコロジオンという液体を塗ってそして硝酸銀をしませて動くなっていう。 30秒動かずやっと写真が撮れるっていうこういうプログラムをやってたりミニをレストアして走らせろとか炭焼き釜を再生し最高の炭を作れとかまあとにかくまあ普段できないようなことを僕たちはやっていこうということをやってるわけですロケットの旅最果てを目指せ端から端へって言ってこれ東京フィルのコンサートマスターの人たちとえ音楽を聴きながら旅をするっていうことをやってたりだけどこれも計画なんかあんまりないわけです 子供たちは知らない。行ったらこのおじさんたちが演奏してるぐらいの、そういうノリでの旅をしています。あと、エネルギーを探せって言って、インドのこのスラム、まあ、貧困地域をずっと回りながら、エネルギーを探して歩く旅とかですね、アイシュビッツとサイバースローンを巡る旅、スイスとポーランドを訪れて、サイボーグのオリンピックとアイシュビッツの共通点を探せ。こういうのは哲学的な旅ですね。こういうことをやってたり、世界の中心を探せっていう。 これはいわゆる今の世界の情勢っていうのを歩きながら理解していくっていうプログラムですよね。えー、今街を歩いても何がここは世界の中心かわからない。だけどその街で生活をしてみるとこれはすごい。この街の中心はここにあるっていうことが分かってくるっていうプログラム。去年は隅から隅までって言ってネパールに行ってきました。エベレストをちらっと見てこのカトマンズから農村地域まで回りながら。 いわゆる僕たちの生活の違いっていうのを体験する。で COVID-19 の中のロケットっていうのはまあこんなことが実はできなくなっちゃったわけですよね。でこれまで活動中心のロケットをオンラインでできるか。だけど僕はできると思ってるんですよね。ねで今年もやっぱり募集してやろうと思ってるんですよ。で自分が本気にやりたいことがあるけど誰も相手にしてくれず孤立している子供も。 特にこういう子供たちを探してる。学業成績は不問です。ね。あの、オール一でもいいですよ。学校行ってないから成績ついてない子もいい。だけど本気にやりたいことがある。本気に僕たちに訴えてください。ね、僕たちの心を動かしてください。うん、そしたらなんか支援したいと思う。コミュニケーション能力も不問です。上手に言えなくてもいい。ぶっきらぼうでいい。敬語が使えなくてもいい。黙っててもいい。 さっき紹介したあのすごい CG 作ってる子なんて面接の時き一言とも喋りませんでしたよ、うん、そんな子だっているだけどこいつ面白いなっていうのは僕たちに伝わるっていうねいいんです黙ってたって分野は不問僕らが今まで経験したことないことに興味があるっていうことも大歓迎です何でもいいっていうことを皆さん理解していただければなって思いますでこういう子どもたちを集めてどんなことをやるのかっていうね 今オンラインオープンプログラムっていうのを実施を控えてるわけですけども8月にこれを実施するっていうことが決まってるわけですけど温度計を持ってこいっていうここから始まるんですよみんな家に温度計あるよね温度計を3つ持っておいでってそこから僕たちのミッションが出てそこから君たちの活動が家の中家の周りで始まっていくっていうプログラムですね今までは1か所に集まってやってただけど楽しいよ 北海道や鹿児島や東京やいろんなところでいろんな子どもたちが同じことをやってそこで集まったデータが、うん、君たちに何を教えてくれるかということを考えてみてくださいワクワクするよね,ねで「Learning with a r t Tools」って書いてあるけど学びに勉強道具はいらないんだ必要なのは君の好奇心だけまさにそのことなんだよねでオンラインセミナーとして 今回選ばれた子どもたちにはダイバーシティを理解するとか、心のメカニズムとか、コミュニケーションのコツっていう、まあ、こういう話を僕はしたいというふうに思っています。あとタップランナートークですよね。さっき写真に出てきたような人たちをまあ、読んで、この Zoom のウェビナーを使って講演をしてもらう。それをみんなに聞いてもらってディスカッションしてもらおうっていうことなんかも考えています。いいよね、これだったらね、喋るのが苦手だってチャットでこうして質問しとけばいいんだから。 そうしたらしゃべるのが苦手な子だって質問できるかもしれない。ね、あとアクティビティプログラムっていうのはねさっき言ったように温度計を持ってこいみたいなもの。ね。まるを探せ。比べて分かるか。測れっていうまあこういうふうに体験を通して知識を俯瞰するプログラムっていうのは離れてたってできるんだ。だけど場合によっては僕たちは君たちのとこに出かけていこうと思う。でオープンプログラムもね。状況が落ち着いてきたら 実際に現場に出かけていけたらいいなっていうふうに思ったりしています。ね、まんじゅうを解剖して食せって言ってねみんな広島にもみじまんじゅうってあるの知ってるよね去年は錦堂さんっていうもみじまんじゅうのね会社に行って白あんと黒あんっていうのはあるけどその間の銀あんっていうのはないから銀もみじっていうのを作ろうって言ってね新しいあんこを開発したりスマートに生けるって言ってこれは福山通文さんと一緒にこう物流っていうか をやってみようみたいなプログラムをやったりってまあこういう活動を僕たちいろいろ展開してきています。で、今みんなロケットの参加を考えている子どもがいたら、2020年度はスカラー候補生の募集っていうのはオープンプログラムができなくなっちゃったんで、また少し昔のような形に戻ります。で、募集期間は7月1日から7月15日まで。募集対象は原則として小学校5年から中学3年、ちょっと学年が上がってます。ただ、原則としてっていう、 まあこれ毎年言ってるんですけどね。ねまあ、一応なんかこう決めてた方がみんな応募しやすいから。だけどまあ、どうしても応募したいなら応募してください。で、学業成績問いません。自らの意思で応募する。自分の好きなことを突き詰めたい子供たちに来てほしいなって思います。あと、不登校傾向がある。登校しているが学校での学びに違和感があって、俺10日ぐらい休みますっていう子供たちに来てほしい。定員は約10名。 まあだけどこれも原則約10名ですから、まあ、ひょっとしたら20名になるかもしれないしそこはよく分かんないです。で今年の参加の形はね登録制です。まずこれロケットパルっていうのは今までと一緒です。で年1回の応募にて選抜しますので、えー、そしてロケットスカラーっていう形になって、えー、その選ばれた人たちでが参加できるプログラムでいろんなことを学んでいく。ただ折れた子どもたちもね できることいっぱい考えているんでちょっとこの後話しますで、応募方法ですがこれホームページに書いてありますがホームページ今見ていただくと参加するっていうところがありますそこをクリックすると応募するって出てきて Google フォームに皆さんの情報を記入してもらうようになっていますだからこれをえ記入するっていうことを必ずやった上でここに書いてあることを、えー、応募理由とかアピールしたいことを添えて応募してください もう一回言いますとロケットパルに登録する。で、今回 Google フォームに記入しなきゃいけないんで Gmail アカウントを取得する。で、アンケートをですね、えー、ちょっと皆さんに協力していただきたいんですよ。まあ、新型コロナウイルスにより学びはどう変わったか。これもちょっと今回新しいプログラムをやっていく上において参考にしたいと思いますので、必ず応募する人はこのアンケートに答えていただきたいですし、あのー、他の方々にもこれぜひ答えてい,きた,い,いただきたいと思っています。で、応募理由は、 たくさん書かなくていいです100字でいいででです。す。字書けないんだったらアピールしたいことっていうものの中で動画でしゃべってもいいです。写真、動画、ファイル形式は自由。これどれぐらいの容量かっていうのはホームページに書いてあるのでそこを見てもらえればなと思います。で選抜方法はその Google フォームに記入してもらった資料をもとに、えー、僕たちが第一次選考を実施して通過した応募者については面談を行うようにしています。で一次選考は、 ごめんなさい募集期間は7月1日から15日、はい、でこの選考結果は7月中に出てきますで二次選考は8月中にあの連絡をしますので直接ズームやあるいは直接会って面談をして8月下旬にはスカラー候補生を決定し9月から新しいプログラムをスタートしていこうと思ってますので是非応募してください選抜に漏れたらオープンプログラムに参加できるよ ぜひ参加してください。で一部のプログラム例えばトップランナートークは、ねあのー、これ応募してくれた子どもたちにも是非見てもらえるようにしようというふうに思ってます。で本当に困ったらで落ちたけど俺はやりたいんだっていうのはしつこく言ってきてください。しつこく言うっていうのは世の中では嫌われますけどロケットじゃ大事なことだって僕は思ってるんではい何でも言ってきてください。ということで一応ここで話は終わって Q&A に移りたいと思うんですが。 もう子どもたちからも親御さんからもたくさん来てるんでもう一方的にどん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 勝手に喋っていこうと思ってます。欲しいものを買って欲しい時はどうしたらいいんですかまあロケットに来たら申請書っていうのを書いてそれを出してくれたらいいですよ。特撮をやりたいんですが協力してくれますかああいいですね。だけど君が特撮をやって僕たちが協力するのにふさわしいかどうかどんなことを今までやってるかっていう簡単に実績を見せてください。 僕たたちの心を動かししら協力します音楽に興味があるそうね1年半待っててくれたんだね実は音楽のプログラムってなかったわけじゃないんだよね,ねあの是非パルに登録して情報をよくウォッチしててくださいあの旅のプログラムでねまたあの東京フィルの人たちと一緒に何かできたらいいねで外出が苦手なのでオンラインイベントを増やしを増やしてくださいはい今年是非これでやっていきます 言葉を話せなくても全然大丈夫だよ。現地に行くプログラムは今年はね、ちょっとみんなで行くのは難しいかな。だけど僕たちが君たちのところに行って何かプログラムをやる可能性はあるね。え海外在住関係ない。どんどんオンラインに参加してください。大丈夫だよ。高校2年生もいいよ。原則としてだから。はい。無視してください。僕たちの言ってることなんて。どんなことができるんですかっていうのはホームページをよく見てください。 最善の将来設計予測できない時代そうだね予測できない時代なんだねだから最善の将来設計なんか考えるんじゃなくてとにかく今面白いことをたくさんやってるっていうのは僕大事だと思うな不安が強いそうねうんそういう子どもたちに僕たちは配慮しようと思ってるよ、うん、だから一回連絡をしてくださいガンダムみたいなロボットいいねうんだけどガンダムを超えるロボットを作ってください うん、僕たちみたいな子は何の目的で生まれたか人が生まれるのに目的なんかないんだよ分かった、ね、え目的持って生きる必要もないんだよみんなが目的は何目的は何って言い過ぎだだからロケットは目的のないプログラムをやってるんだ、ね、そのうち見えてくる学校へ行けないデメリットうんデメリットあるかなこれは君がデメリットだと思えばデメリットはいっぱいあるだけど大丈夫と思ったら何にもないよ 誰にも邪魔されず好きな電車で好きなだけ遊びたいどうぞ遊んでいいよロケットは哲学的なことをやらないんですかってやってるんだ実はねこれは旅の中でやってるだから是非君のスカラーになってください遠くからでも参加できるよ、まあ、今年は全部オンラインだからねだから僕は佐賀まで会いに行くよ君が選ばれたら、ね、積極的でリーダーシップがないとダメですから全然大丈夫 もうリーダーシップなんかいらないよ、うん、君が勝手にやれたら十分一人リーダーシップでいいです虫が大好き虫取りいいね去年養老先生と虫取りしたよ面白かったよ、うん、今年はちょっとね実際にできるかどうかわからないけどだけどオンラインで虫のプログラムとかできたらいいね、うん、得意なことやりたいことが読書以外見つかりませんいいんじゃないの読書だけやってればね。そのうち飽きて他のことをやり始めるよ だから、好きなことなんて無理やり見つけるもんじゃないっていう。ね。何でもかんでもやっててごらん。そのうち面白いなって思うことが見つかるよ。うん、プログラミングや作曲アプリをしてるけど、友達と話を合わないからゲームをしてる。あららら。まあゲームもいいね、うん。だけどゲームばっかりやりすぎると、うん、ちょっと問題があるなっていうふうに僕は思ってるところもあります。ね。やりたいことがありすぎて宿題とかテストやりたくない。うん。いいじゃないの。やらなくて。ね。 その代わりやりたいことを突き抜けて「うわすげえこの子って思われたら宿題とかやらなくていいよって言われるよ。ね地球が生まれた頃のことを知りたい。いいね僕も知りたい。ねそうそういう大きなね夢を持って追求していく子もいいね。ドラえもんを作るにはどうしたら研究をしたりいいですねねどういうドラえもんを作るかっていうことだね。うんまあ、これは実は哲学的な問題でもある。 だから工学を勉強するだけじゃないな、うん。もっと幅広く勉強したらいいと思います。ゲームに関するイベントは昔マイクラってやってたんだけどねえみんな口先ばっかりで大したことないっていうのがあったからやめたんだけどねまたいいよ、うん。ゲームですごいことできそうだって思ったら君たちと一緒に作っていこうと思う。ゲームは決して悪いことじゃないからね。僕は特別なものは持ってませんが参加できますかうんその全然参加できるよ。特別なものって何なんだろう 君が気気づづいててなくくもも僕が気づくかもしれないね周りの人が気づくかもしんないそれがいいんじゃないかなって僕は思うねうん僕の知り合いのさクリエイティブディレクターってやってる人好きなものが何もないんだって好きなものが何もないって言ったらもう子供の頃すごくつらかっただけど今になってねそれが役に立つんだって好きなものがないからねいろんなものを遠距離で見れるいろんなものを見れる ね、それが今のの仕事の強みになってるんだってだからね個性個性、ね、ってみんな言うけど個性がないのもいいし好きなもの好きなものって言うけど好きなものがないのもいいんだよどんな活動をしてるのかどんなことをできるのか、はい、これは是非ホームページを見てください、ね。プログラム欠席することによって学校欠席する場合欠席扱いにならないように、はい、僕たちは一応交渉するけど。 まず最初は自分で言いなさい。ね大概認めてくれるよ。一生懸命言ってごらん。なんで学校に行かなきゃいけないんですかって言かなくたっていいよ。って、その代わり学びはしてなきゃいけないよ。ね、うん、君が一人で学,びない学べないんだったら、学校に行って学びなさい。ねただ学びっていうのは、本を読んで学ぶことだけじゃないよ。ね家でお手伝いをしたり、野菜を作ったりね、ねトンボを取ったり、これも学びです。 のの衝突装置のサンプルを見てみたい。可可能能でしょうか。これは可能だよね。不可能っていい。うことはない、うん、だけど僕たちがすぐ見せてあげるとは言わないどこにあってどういう研究者がやってるのかっていうのを教えてくれたら僕たちが紹介するから自分で連絡を取って会いに来なさい鉄道に関するプログラムもあるよってね強制的に来なさいって言われることはないですかって、うん、言うけど嫌ですって言って行かなきゃいいんだよ分かった って言うけど「ノー!」って言ったら「そうか?」って言うから「分かった」「映画のイベントもやってるよ」ってね「スター・ウォーズ」はまだ取り扱ったことないけどね映画もぜひプログラムに入ったらいいねどうしてそういうプロジェクトを始めたんですかって言ったら君たちのようにムズムズしてる子どもがいっぱいいたからさねポテンシャルはあるのに生かせない子どもがたくさんいたからさどうやったら入れるかはさっき言ったよね。 は絵、い、を描くことも学べるよ。ね、うん、学勉強が嫌い学校へ行きたくない学校へ行かないと友達ができないそれは嫌どうしたらいいですかなるなるほどねうんだけど友達は学校にだけいるわけじゃないよっていうことです、うん、もっともっといろんなコミュニティっていうかいろんな仲間が集まる場所で作ってもいいんじゃないかなだだけけど、放課後だけ学校に行ったらいいんだよ。 給食食だだけ食べに行ったらいいんだよ。そしたら友達に会えるいい考えでしょ堂々とそれをやったらいいもしみんなが反対したらおじさんが一緒に話しに行ってあげるよ決して間違ってない給食だけ食べに行くのはねスポーツが好きな子どもを見るよね異彩に当てはまる人はどんな人かってよくわかんない僕もね誰かが死んでね十10年20年たってあの人は異彩だねって言うそれが異彩なんだよ 生きててるうちのなななな。うんいいいじゃか不登校の研究をしてどうすんのそのことのためにやるのか、うん、研究のひっとりとして不登校の子を採用するのかどっちああそうだねどっちもだ分かった君たちをモルモットにするのかってよく言われるそうだだけど君たちをモルモットになったらいいんじゃないか今世の中でおかしなことがいっぱいある、ね、僕たちはこのおかしなことを変えたいんだ君たちと一緒に え君たちもそう。僕たちが変えるんじゃなくて、君たちが変えるんだから。ね、自分のことをデータとして、研究して、僕たちと一緒に研究してで、世の中を変えていけばいいじゃないかって、僕は思うよ。僕たちは君たちを救うだけじゃなくて、君たちのように困ってる子供たちを、ね、受け入れる社会を作りたいからやってるんだ。ね、心理学的なこと、うん。僕実は心理学だから大丈夫よ。ねね、経済でも何でも。 分野は限りがないです学校の勉強が分からなくてつまんないかそうかねどうしたら勉強楽しくなるかっていいんだよねマイクラで家づくりしてたらいいよだけど本当の家作ってるとこ行ってみてごらん 2x4 とかで、在来工法とかねいわゆる家の構造をどう作ってるかっていうのが世の中にある家って全部違うんだ君の家はどうなってるのかなってそしたらマイクラでもさ 単なるブロックを積み上げるだけじゃなくて構造っていうものを考えながら作り上げるかもしれないそれが勉強なんだ分かっただからどん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 、ね、関連づけて学んでいきなさいそしたら楽しいよ、ね、分かんなかったら話しようにおいで教えてあげる子供でできるって研究はあるよ比べればみんな研究って言ったっていいんだ、ね、今すぐできるその研究の方法は、ね、一緒に学んでいこう歴史が好きいいですね ねうん、歴史好きのこと旅をしたりしてるよ。だからぜひ応募してください。他追加質問が4つあるっていう。はい。えー、っと、スマホやタブレット、パソコンが大好きです。分解してお母さんに怒られます。素晴らしいね,ねえ。これぐらい分解できたら大したもんだ。今のスマホって分解しにくいからね。僕は分解したら褒めてやる。すげえ <laughs> だけど、お母さんの気持ちも分かんないきゃいけないね。だからあの いらないものを分解しなさいね。いいはい。やりたいことがなくなったんですが、どうすればいいんですかって何にもしなくて。じーっと何もしなくて。ね。じーっと怠け者ようにしててごらん。動きたくなるから。いい何もしなくていいんだよ。そのうち君が動きたくなるのを待ちなさい、ね。いじめられて心が弱くなっているんですが、そういう人でも参加できますか参加して。ね。そういう子の、そういうこのなんか気持ちを聞きたいし、 応援したいと思うよね、うん、大丈夫君の味方いっぱいいるからここに釣りをするお友達がいません釣りを、うん、細かいところまで知りません先生はどこまで知ってるかごめん僕ね釣りってやったことないんだよやったことあるけどさ僕あの餌つけるのがさ嫌でさ誰かがつけてくれたらやってもいいんだけどあの連れてってくれるんだったら僕付き合うよねとりあえずとりあえず行こうね、うん。そしたらほら釣り 釣れそうなとこ行ったら、いろんなおっちゃんとかいるでしょ。僕ね、知らないおっちゃんとすぐ話すのよ。おじさんこれなーにとか言ってね。ねこないだなんかさ、北海道行ってね。あの、土井吉原先生と。うん。みんな若崎釣やって、釣りやってたからさ、おじさんとこ行って、俺もやりたいなー、やりたいなー、やりたいなーって <laughs>。見てたら、<laughs> あなたも穴を開けてみますかとか言ってね。あの氷に穴を開けるのをやらせてもらったり、うん。とりあえず隣の人と話してごらん。相当勉強になるよ。 うるさいのはダメなんですかって。う,うるさいのは大歓迎。ね、僕は、あの、うるさいの平気。だけど、本当に大事な時はうるさいって言うからね。<laughs> それよりうるさかったらさ、スボッと喋りたかったら君外に出てさ、喋、ね、りゃいいだけのことよ。うん、だから、好きにやりなさい。ね、だけど、人に迷惑はあんまりね、ね、うんまあ、迷惑かけちゃいけないわけじゃないんだな。人を傷つけちゃいけないなって、ちょっと思うね。 で今度はお父さんお母さんから、小学校1年生と6年生兄弟で参加可能かどうか、まああのはい両方通れば参加可能です。はい基本は一人で来ていただきたいなっていうふうに思います。でコロナ中ではいいろいろ大変ですが逆にこの時期にしかできないプログラムもあると期待したいです。はい今はそういうことを考えています。あのオンラインとオフラインの融合っていうのがまあ僕たちの今テーマになってますので、はい面白いプロ,プログラムができるんじゃないかなって思っています。 本人の凸凹を知り最善な学び方を見つけるにはどのようにしたらいいですかはい。ほっときましょう。黙って見守る。ね。イライラするし、もう手を出したくなるんだけど、見ててください。ね。そしたら、動き出します。親は、やっぱり子供の一番の理解者じゃなきゃいけないっていうふうに思うんですよね。だけど、ついついね、僕らもそうだけど、こうあってほしい、ああってほしいっていう価値観を押し付けていく。 だけど押し付けるんじゃなくて、ね、押し付けて素直に「はい」っていう子はそれでいいんですけど言うこと聞かん子はほっといてくださいだけどお前のこと嫌いじゃないよっていうふうにやってればそのうち面白いことを始めますはい朝日新聞ですねはいこの間、はい、僕インタビュー受けました、えー、義務教育の縛りの中でオルタマティブ教育をいかに広げていくかをみんなで考えていきませんかって僕言ったんですよでが 実際都内の公立中学校の中でその考え方はどうアプローチしていけばいいんでしょうか現状の縛りの中にある志のある先生がいらっしゃるかにもよるところが大きいと思いますがまさにその通りです、ね、もう先生方忙しすぎて余裕がないっていう、うん、だから学校に期待するっていう部分もあるんだけど皆さんと一緒に面白いプログラムを外で作っていったら僕はいいんじゃないかなって思うんですよ、ねうん、ちょっと10日ぐらい学校休んでおいでで いいんじゃないかなって思います。だけど、これは親御さんの。まあ、問題でもあるわけです。ね。とにかく受験ということが頭に入ったら。一週間十日塾を休むなんて信じられないっていう人がたくさんいるわけです。ね。十日や一週間休んだって変わりはしないっていう。ね。あの、そういう気持ちで。え、子供をやっぱり見ていくっていうことが。実は重要じゃないかなって。思うんですよ。特に凸凹のある子どもっていうのは今の。 こののの社会の軸の中ではなかなかか評価されませんよねオールマイティーじゃないとダメだっていうことになっちゃってるんでだからやっぱり僕たちが違う見方をしていくっていうことが重要じゃないかなって思ってますでオンラインで参加できるプロジェクトがこれから増えていきますはいであの是非受講方法もそれになっていきますし取り組みもそうなっていくと思いますで 子供に PC を使わせていないっていう場合ですけどこれはやはりオンンラインで参加すする時にには,は必須になりますでもしあの家庭のご事情でそれをお持ちでないとかインターネット環境がないっていう場合はあの選ばれた子供に関しては我々がそれをサポートしていこうというふうに思っています読み書きできない子どもでももちろんです僕たちは読み書きが苦手な子どもたちがこのユニークな子どもたちの中にとても多いというふうに思っていますだからこそ、えー 配慮ししななきゃいけないけ思ってるしだから基本的には僕らのプログラムほとんど読み書きがないです。ね、だけどとにかく自分で好きなことをいろんな形で表現できるっていうことはあの子どもたちにやってもらおうと思ってますのであまり心配なさらないでください。一度送って不合格になってもまだ入れる可能性はどれぐらいあるんでしょうかっていう。はいあの 基本的にはやっぱり僕たちの活動と子どもさんが合ってるかっていうことです。ここは受験塾でも何でもないし、ロケットに来たから次の何かに役立つとか、ねえ、何か履歴書に書いたら評価されるかということは期待されないでください。この変なあの団体ですからね。ねえ本当にだけど子どもたちがなんか楽しんで、子どもたちらしくなるようにお父様と一緒に。 やっていこうお母様と一緒にやっていこうっていう場所であろうというふうに思います。で審査書類がね審査にすごく時間がかかるからかわいそうに思いますっていうふうに思われるのは本当にそうだと思うんですがだけどこれもロケットだだいいいいいうふうにに思思っていただきたきなっていうふうに思います今年はちょっと審査方法を変えてますので、まあ、2週間以内にはどうかっていうふうな通知はねできるとは思っています。で 学学校校以外と学校内でで中高でつけておきたい力そうですよね。あのまあ基本的にはやっぱり人間の特性っていうのがあって英語みんな100点取れるかってっうと一生懸命やっても取れない子がいるんですよ。数学もそうです。計算のレベルはできるけどやっぱりね高校のレベルまでちゃんと満点取れるかっていうとそうじゃない。やっぱりそれ得て増えてっていうのがある。うん、だけど つけておきたい力っていうのはもうついついこう学力だっていうふうに思っちゃうところがあると思うんですけど僕は、うん、自分でこう、まあ、好奇心ですよね力じゃないっていうそういう心をキープしておくっていうことが実は重要だろうっていうふうに思ってるんですあのその心っていうものを育てていくプロジェクトでもあろうかなって思います、えー、勉強の機会を作ったり自信をつけるにはどうしたらいいでしょうか ほっときましょう勉強の機会作るから子どもは親に言われてやるようになるわけですよで失敗したら親のせいにするようになるんですよもうほっといたらいいですよだってお前が学ぶんだからってだからここのところって実は相当覚悟がいるで、まあ、今もうねゲーム付けでそこから抜け出せないっていうような状況になってるご家族もあると思うんですけど そういう場合はちょっとご相談いただきたいなっていうふうに思います。あのお気軽に連絡ください。コミュニケーションが取りにくいんですが伸ばせる方法はありますかっていうまあこれもお会いしないとわからないんですが多分親御さんと喋れてるんだったらコミュニケーション取れてるわけですよね。ねでいわゆる趣味の通じる人とはベラベラ喋ってるという子もいたりするわけですよね。ねだから能力はついてるんだけどそれを使ってない使いたくないっていう子もいたりするんで。 また本当にご心配であればまたご相談いただければと思います。えー、さっきありましたね。はい。あの電車の話をしたいっていうのはロケットのメンバーの方にいつまでも聞くという方はいるでしょうかって言ったら暇だったら聞きます。忙しかったらごめんよって言います。はい。何でも子供が言うことに対してあのこれを認めてあげてっていうふうに寄り添うことは逆にしない方がいいこともあると思います。 時と場合によって、僕たちは聞いてあげたり、忙しいからごめんねって断ったり、平気でします。内申書重視の高校受験でね、本当にあの。普段の提出物や、そういうものを出せない子どもたちって、内心が、うん。内心のないところに、ね、いくっていうのも。あるかもしれないし。うん、あの、まあ、勉強があまりできない高校にしか行けそうにありませんって、まあ、書かれてるけど。 勉強がができなない高高校校ダメじゃなくて、その高校をどうう利用するかっていうことです。るかといこでどんな高校にも素晴らしい先生がおられるから、うん、あの周りに引きずられずに勉強すればいいし逆に引きずられそうだったらあの高校行かなくたっていいんじゃないかなって僕は思ったりします。本人の意志です。本人の心です。その心をやっぱり育てていくっていうことが大事じゃないかと思います。 オンラインで間口の広いタイプの参加はご検討ありませんかはいもうできるだけ今回広くしていこうと思いますのでいろんなご希望ご要望いただければと思います。天才的な能力がないと選べませんかっていうんですけど何が天才かよくわからないですよね、えー。ロケットでいろいろテレビに紹介されてることもそれが天才かって言うと実はそうでもなかったりね。ねまあ他の子よりはあれかもしんないけど大人の世界で競えるかって言うとどうかわからないし。えー ななんかかよくわらないだからあの「そんなことないですよ」っていうことです。ね、ただ「ロケット」が選ぶのは面白いっていうのはあのコメディアンのように面白いっていうことではなくて、ね、何かこう不思議な魅力のある子っていうか、うん、変な子だけど、まあ、そういう子どもたちを育てていきたいなっていうふうに思っています。 何をやっても自分は失敗ばかりで周りに迷惑をかけたくないだから何もやりたくないとただ時間が過ぎていくのをじっと待っているやりたい何かがあるってすごいことだと思います失敗したって周りに迷惑をかけて挑戦してみたらいいじゃないかと思うのですが子供に届けませんあ届きませんどう声をかけたら届くんでしょうかっていうそうですよねうんやっぱりそうなってしまったっていうのは長い歴史があるわけですまあ子供だからそんなに何十年ってわけじゃないですけど やっぱり子子供供には子供の歴史があるわけですよね。それを紐解いてもう一回再スタートしていくっていうことができたらいいですよね。こういう子供たちと一緒に旅に出たいですよね。一緒にね。えー、冷凍みかん食うかとか言いながらねもう今冷凍みかんとか売ってねえか。えー、なんか昔、えー、暑い旅を僕はそうやって冷たいものをねいっぱい買い込んで楽しんだ時期があるんですけどまあそんな時知らないおじさんと話したりしてね 楽しかっったななて、<laughs> なんかそういう人の話聞いただけでなんかちょっとあこれでもいいかとかうんまたやればいいかって思ったりするわけです是非、うん、あの一度子供さんと一緒に来てください、えー、なんか話がしたくなりました <laughs> 親や学校の指導に沿ってが苦手です <laughs> いいですね持論や独学で学ぶって <laughs> もう素晴らしいですよね会いたくなりました、はい、反抗期なのか扱いが分かりませんって <laughs> その代わり、責任取らせたらいいんですよ。ね。ね例えば、ご飯ですよって言ったって食べに来なければ、うちの晩ご飯は、ね、夜7時から8時まで、それすぎたら食べさせないよって言って、ね、親も親の持論を押し通したらいいんですよ。自分がノーって言ったら、自分でやれ責任を取れまあロケットはそれを徹底的に教えていきます。わがままじゃダメだ。生意気になれ 生意気っていうのは人のせいにしない自分で責任を取るっていう、うん、まあそのわがままか生意気かっていうのはちょっとねあの区別をつけられたらいいんじゃないかなって思います自閉症でパニックや寒目がありますっていうえ、先端ーまで1人で来れることあ今年大丈夫ですよもう1人来なくたってオンラインですからねねあ自分の数回は親同伴できますかってまあね一回最初に来れる時はお父さんお母さんと一緒でいいんじゃないですかねえ で、その時に、どうやったら一人で来れるかなって一緒に考えればいいんですよ。ねうん、飛行機、博多あの福岡空港から羽田空港まで乗れるんだったら東京に来れるわけですから。な、うん何か工夫すればどうにかなりますよ。一緒に考えましょう。学校に行かない選択をした場合、将来が心配です。ね最近ではゲームばっかりって。あ,あそうですよね。ねだから学校に行かない選択をした場合、うん、そこで何をするかっていうのは、 すごく重要ですよね。で、興味あることをしてたらゲームになっていってるっていうのは何か壁にぶち当たったらなのかもしれませんよね。そういう時の話し相手がやっぱりお父様お母様以外にいたらいいと思うんですよ。はい、また相談してくださいね。僕はフラフラしてますので、あの愛知に行ったらまたお会いしてお話し深ったりもできますので、まあ、それぐらいしかちょっと今言えませんけど、うん、一緒に考えていきましょう。で、子どもたちと社会のつながりを日々模索しています。 どのような関わりや活動されているのか、はい、あの、まあ、ホームページを見ていただければと思うんですけど、うん、世の中の常識と違う活動をやってるっていうふうに考えていただけたらいいと思うんですよ。それは非常識なのかってよく言われるんですけど、僕は非常識って言われるけど、だけどみんなこっちの方が楽しそうですよねって言われるような、まあ、そんな活動をやっています。ね、ぜひあのホームページで見てください。 発達障害者専門学校を作ってほしいって言ったら東京大学なんてもう発達障害者専門学校みたいなもんでね、え、ね、もうみんなそういう人ばっかりです。いかん、これ流したら大変なことになっちゃいますね。<laughs> だけどまあそんなもんですよ。ね、ね、もっといろんな人たちが集まるからいいねと僕は思っています。だんだん時間がなくなってきたんですね。運営費はどう賄われているかって言うんですが、今までは日本財団さんにね、えー、支援いただいてたんですがそれがゼロになってしまいましたので、あの 今は、えー、自分たちでいろんなところに頭を下げてお金を、うん、集めてやろうと思ってます。で、まあ、あのできるだけあのご負担かからないようにと思ってるんですが、まあ、やっぱりある程度はご負担いただきたいなと思ってます。ただ、やっぱりあの経済事情が厳しいっていうときは、どんどん遠慮なく言ってください。ね、そういうときは僕たちは一生懸命何か考えますので、あの費用がどうこうであの応募をためらうことだけはやめてください。とにかく相談してください。 そうです、ね、はいありますこれは応援したいけどどうやって応援したいからいいか分かりませんそう応援したい気持ちが大事ですよお父さんお母さん見つめね見守りましょうねはい疲れやすい体力的に不安もういいんですみんな途中で寝てますからご安心ください僕もあの寝てますから <laughs> 疲れたから寝るぞって言って、まあ、みんな、はい、好きな時に好きなように寝てますからご安心ください で確かにこれまでそうスカラーとかいろいろね複雑でしたね僕もなんかよく分からなくなるはい、えー、あのこれからもうちょっとシンプルにやっていこうと思ってますのでですね、はい、でまあ切り替えが難しいというね、うん、悩みにどう寄り添うかやっぱり子どもさんの特性を親御さんがよく理解するっていうことが重要だと思うんですよ。ここもアドバイスでできまますのでまたご相談ください えっとうん不適応と言われてる肯定してもらえる居場所がないそうここが一番難しいですよね、えー、つまり常識的って言われることができなければ、うん、不適応っていうわけですだけど今の常識が本当に常識なのかっていうふうに僕たちは思ってますのでまた一緒にね話しましょうな元気になります、ね、大好きの見つけ方あのほっと,きましょうとにかく申し訳ないんですけどほっとくっていうことです ねね、黙って観察をする、ね、我慢するそうすると子どもは動き出すでそう人工呼吸器とって、うん、医,医療的ケアを、ね、受けておられる、はいえっと、今そういうこの後の参加実績はありませんが DoIt っていう別のプログラムではそういう方も参加してますし実は我々医療的ケアの必要な人たちのまた別の支援のプログラムを持ってますのでまた個別に連絡いただければ、はいうん、その辺りのご相談に乗りたいと思ってます。 ということで終わりかと思ったらあと2つだけはい、えー、学校の先生が子どものためと思って子どもは何年も叱られてたため少し性格が破壊的になってきててどのように修正していればいいですか本人に自,自信がつくことができたらとは思いますそうですね強いやっぱりこうね叱責を何度も受けてるとフラッシュバックが起きたりする子どもさんっておられるんですよね。 あのー、ちょっとどうしたらいいかっていうのは個別にやっぱりこうね状況を伺ってからじゃないとアドバイスできないんで一度またご連絡いただきたらと思いますで子供から僕のお母さんに勉強机が釣り具だらけで汚くなってるよって言われます僕は勉強机は汚いと思ってないのですが人によって見方が違うんですかその通り人によって見方が違うんだよねえうん分かった今度写真送って <laughs> 第三者が判断してあげる あの、まあ僕たちそういうふうな会話をね、常にやってる <laughs> ところです。だからあの、ちょっとふざけてるように思われるかもしれませんが、真面目にこういうことを実は楽しくやってます。だからぜひね、あの、あんまり緊張せずに応募してもらえればなと思います。中村先生は挑発するんだって <laughs> 挑発するよ。<laughs> だけど、それは必要な挑発なんだ。君たちがね、俺はすごいんだ、やりたいんだって思ってくるから、 ねすごいんだって言うから、いや、すごくないよって正直に僕は教えてあげるだけです。ねすごくないのに、すごい、すごいって言われたら、バカになっちゃうでしょねだからちゃんとね、うん、いろんな人のことに耳を傾けましょう。僕も子供たちに、先生はバカだなって言われて、まあ、そうだなって反省してます。だからいいんですよ。どんどん中村先生、バカだなって言ってください。あの、バカっていうのは使っちゃいけない言葉になってるよね。 ね、勉強できない子とか知的障害の子をバカって言っちゃいけないと思う。だけど、ね、世の中の道理が分かってないっていう、ね、それは僕はバカって言われて仕方ないなって思うし僕もそういう子にはこれからもバカって言いますので、はい、楽しくバカって言い合いましょう。ということで時間が来てしまいました。はい、どううもありがとうございました。